はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今回なんですけども、ピクシーでカバルドンとウラオス見れるから、ダイナ外して、砲入り受けレプ、かっこわらをね、使っていこうと思います。砲入り受けレプって結構成立しない印象が僕あるんだけど、ピクシーの存在を考えると、意外と悪くないんじゃないかと思って、使ってみようと思ってますね。この試合は投げる理由、僕の砲どんぐらい速かったっけ ?S の振り方が114だから多分ドリューゾル遅いな。選出は、ミッドオム、無限ダイナ、受けのハピナスと、ドリューズ受けエアームドと、エースマン受けのドヒドイデンの3体でいいんじゃないですかね。相手がラッキーダイナって投げてくると、サイズで TOD で負けることが、目に見えてると。なので、この試合はね、ハピナスを、見せていく試合なんじゃないかと思います。初手、ハピからかな。あー、トリックめんどくさいか。こっちだな。これで。砲はね、具体的に何が受かるかって言われると僕あんまり、うーんって感じで、はっきり言うと、ヒードラン受けだね。だ僕、無限ダイナ軸で、砲をね、ヒードラン受けとして、採用したいなって考えてるんですけど、増田さんの許可が下りないんで、それはできないですね。ガーとかがいなそうだから、ドッグビッシュは通るかな。ダイマックス4。あ、で、ネットでワンチャン掴みに行く話あったけど、身代わりから入れると結局意味ないから、ドッグビッシュでいいかなんて思ったんですけど、あ、これメガネっすね。これはでも割とでかい話あって、一回統治下挟んでもいいなぁ。ヘドロのドヒドイデの安心感えぐい。実家に帰ったような気持ちになるね。引くよね。一回引きそうな気はしたんだけど、再生押す勇気はさえなかった。とりあえず出てくる。これは、ヘドロ回収の意図があって、ここで飛んでくる技はもう、この世界には、一つしかないです。型破りドリューズが見えたら、でもダイマックスないからな。砂かき、カバルドいない時は、砂かき採用する理由ないから。でも飛んでくる技はね、一個しかないと思っていいと思います。もうそれ以外 あるわけないじゃん。このポケモンで。このポケモンだって、それしかないでしょ、やること。悩む必要ないでしょ。だって結局3割でどうかっていう話でしかないんだからさ、僕が土俵で突っ込んでる場合に、自信打ったら100%倒せるっていうお得感をさ、追い求めるのは、違うと思うんですよね。あー、来た。これのロトム着地が一番やばいんよ。トリックがまずすぎて、だからかといってボルチェンをされてね、土俵でが困る展開も避けたい。TOD がまずくあるんだよね。それを解消するのは、羽休めと。まだドリューズには投げれるかな。結局、角ドリルが当たるかどうかのゲームだから、あんまり関係ないといえば関係ない。無動のヒットポイントは。眼風とか、雪崩とか大丈夫なヒットポイントがあるかないかっていう話だから。ボルチェーン。痛すぎる、マジで。ただ分かんないな、でも。当たり前のダメージだからね。ただトリックあるならトリック安定だから、おそらくトリックないと思ってよくて、次からハピナス一直線に引こっか。エアームド、ドヒドイデよりエアームドの方がこの試合重要性あるんだけど、枚数失う方が不利がでかいから、これが正解だと思います。で、毒ビシは相手誰も刺さないから、無駄になっちゃったね。これね、結構動き的に僕ダイナに対してきつく見えてるから、ここ砲読みとかあってもいいんじゃないかな。ダメージ的にメガネだから攻撃技4つだと思うんだよね。ダイマックス砲打つのが一番丸いかな。ドヒド引き考えても。放射打ってくれる。いいっすよ、全然。これダイナがさ、回復しないって分かったら、話変わってくるけどな。すべてのダイナに勝てるように作ってきたハピナスなんだけど、あんま必要なかったわ。
まあ、ドリューズに対して追加効果引くかどうかのゲームだね、こっからは。大体コンハピアスがめちゃくちゃ重くて、ドリューでしか突破できないんだけど、まあ、ドリューに対しては僕、無限に無動に引けるんで、まあ、角ドリルのね、当たるあれ次第ですね。そういう意味だとね、こう状態異常引きたい。やけどとかね、世界が変わる。ドヒドリルで見れるようになる。やかない。まあドリルは当たったら負けなんで、しょうがないです。トリックがないとなると、あと話変わってくるな。直帰でもないでしょ。まあ、剣舞はさすがにないんだけど、ドリューズをどう処理するかだな。こいつさえ処理したら勝ちないよ、僕。それがなかなか難しい。って感じだな。そっちはまあいいか。まあ、ステローマックの方が正解かな。無動のヒットマインで確保したいのもあるけど。こっからミトムが無限に無動に出てきて、一生ボルチェンしていくんで、まあ、ステローを巻いて、ハピナスとミトムの削り合いを発生させないと、まあ、ゲームが進まないので、ステローを巻くと。まあ、ダイナ出てくるんでもいいか。まあ、でも相手、ミトム投げるしか理由ないと思うけどな。ミトム出てくるでしょ？ OK で、禁電なしでもさ、受け駒って、受けれるから採用されてるわけでさ、そういう意味だと、受け駒ってすげえよな。ここはハッピナス投げで。で、ここでまずいのが、まあ、とにもかくにも、ここでトリックが突然飛んでくること。さっき裏にトリック一貫しとったからトリックだと思うんだよな。放電。内訳ができそうなミトムで、ハッピナスはまだまだ投げれるから、まあ、ドリューズに状態異常引くのも大事と。まあ、そもそもミトムが削れるんだったら、それはそれで、そんなに嬉しいことないからね。運ゲーに来たね。ミトムに入るのでけえ、トラータ。削れろ。ここで火傷引いてもいい。引かないね、あまりにも。待った。このハピナス、天メグじゃん。自然回復もつ、いやー、なんかの流用個体だな、これ。間違えたな、個体を。さすがに一回産もう。やべえ、ミスった。ミスったけど、確率的には僕の方が、天命画なんだから。急所。ふざけんじゃねえ、マジで。全部引いてんじゃん。おかしいだろ、お前やってること。僕の天の恵みは僕しかわかんないからさ、相手はさ、確率的に普通だよねって。チー牛がよ。殺せ、トラータで。暴言、煽り、なんでもありだからね。やばい。やばい、来た。ちょっとそれはまずいな。いくらハピナスでも。オグゲ。こういうバカには、確率っていうのはね、ちゃんと、ねえ、まあ、麻痺引かないからさ、わかるよ。気持ちは。でも、さ、てか麻痺も引かないか。それはちょっとあまりにもさ、神なのよ、動くのが。ちなみになんか引くと、お前本当に天の恵みか？自然回復失っただけだろ。お前の特性見せてみろよ、もう一回。せっかく流用個体のさ、悪さが出てると思ったら良さだったはずなのに、なんもいいとこなかった。ドリューズが出てくるため。これでダイナ投げて、いや、さすがに座ったら、悩んでるけどな、相手。来た。なんで？なんでこれでダイナ出てくるん？シンプルにドリューズ投げろよ。ぶち込んで、ちょ、引け引け引け。ダイナになんか引け。第1を取って卵海。瞑想僕いつでも押せるぞ。やばい、かけてきた、この男。もう、こんな運ゲーに屈するわけにはいかないんよ、マジで。痛え、メガネ。オッ
け。一生死ぬか、バカが。わからせたるわ。いやね、やけどとか一体でも引いた瞬間に。やばい、トラータの方がピーピー切れそうじゃん。引いた。まあ、アドリでしょう。やっと本来のルートに相手戻ったけど、その間にも、ステロ余分に入るし。回り道したな。ここで多分引いて、一気に僕の勝つゲームに変えます。このゲームを。うん、引いても麻痺、ああ、でもこれでさ、君運いいよって相手にメッセージになるわ。次ハピナス投げたら。天の恵みでこれだからねっていう、物申します、特性で。きちゃー。なんか剣持ってたこいつ。突然まずい技打ってきた。アイヘ剣舞、地震、岩技とかでしょ。ちょ、ここ動いたら勝ち。動いたら勝ち。あ、勝った。さすがに飛ぶぞ、それは。これで相手はハピナスを突破する手段がないため。え、飛ぶよね。さすがにね、ここまで削れてたら。もっと早く剣舞士来たらちょっとまずかったけどな。この動画のサムネどうしようか。勝ち試合だからさ、動画にすることは当然、まあ今決定したわけだけどさ、試合内容はまあひどいもんだったけど、楽しかったからね、やってて。どうしよう。どうしよっかな。鳳凰をサムネにするか、鳳凰入り受けるって言って、動画投稿するか、みんな見てくれるか。でも鳳凰入りの受けループって、そんな多くないじゃん。無限大な入りの受けループ使ってる人が多いしさ、当然動画もさ、まあ、無限大な入りの方がどっちかっていうと出てるわけじゃん。そういう意味だとさ、みんな見たいと思わない？鳳凰入り受けループ。ちょっと気にならん？いいと思うんだけど、なんか打ち分けてきたんだけど。メガネって土俵もうちょい HP の土俵って死ぬ寸前まで行くんだっけ？そういえば。まあ、寝れば全て解決するので、寝ます。で、相手ダイマックスを増やしてねえだろ。5回ぐらいしか飛んでき、おいおい、待った。なんか話違うぞ。マジで。おかしい、やってることが。相手なんかウキウキし始めてんじゃん。危ねえ。あー。ね、僕がね、土俵で言うと無限大のダメージ感覚に乏しいのは理由があって、僕この禁電ルールね、ほとんど土俵で使ってないんですよ、実は。前の時も。なんで、まあわかんないっすよね。当然だと思います。土俵で知らないっす。いや、違うんよ。土俵でも入れたいけど、枠がないんよ。ヘドロしかも代打に盗まれた。無限大やって土俵で言うとチョボ巻きを足してかける4したようなポケモンだから、まあそういう意味だと、自然と無限大な優先になってしまうのは、致し方ないようなね、感じもしますね。OK。包囲入りのさ、受ければやっぱ強えわ。GG。いいね。お疲れ。